こんばんばカズヤですそれにしてもマルチ商法ってなくならないですよねまあマルチ商法自体は合法なのかもしれませんけれどもまあ実際にはそういうシステムを利用した詐欺行為ってのが横行していてちょいちょい逮捕者を出しています警視庁は10日特定商取引法違反の疑いで坂本新容疑者のほか大森和人容疑者森田穂波容疑者、えー、奥寺弘 容疑者の4人を逮捕していますマルチ突撃動画でおなじみの新宿109健ンさんっていうね方の動画僕あのチューチュー見てるんですけどあの結構前の動画でこの大森容疑者が詰められてるっていうそういう動画があったんですよね彼もついに逮捕されたかという感じですよ今回逮捕されたクズ連中っていうのはマルチ商法を違法に行ったとして東京都から業務禁止命令が 出ているにもかかわらず昨年会員らに勧誘をさせていた疑いがありますというかまあ、突撃動画もありますし 勧誘やってたんですけどね。本当にしょうもない連中ですよ。で、今回もターゲットになったのは、主に若い人でした。それこそ大学生とかが標的にされていて、約2000人から8億5000万円ものお金を集めたとされています。勧誘の入り口としては、マッチングアプリだと言いますね。本来は恋愛目的で、マッチングアプリっていうのは使うもんなのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと親しくなってきたところで、 まあこののマルチの流れに持っていくんですねで日本テレビの報道を見るとやり方の例が出てくるんですよ年収1000万円のすごい人がいるから紹介するなどと話をし2回目3回目のデートでそのすごい人が登場1人紹介すれば10万円5人紹介すれば元が取れると言ってビジネススクールに勧誘し金がない人には消費者金融への借り入れを促していたといいます このビジネススクールの実態がマルチ商法を行う坂本容疑者らのグループでしたとのことです。もう典型的なパターンですよね。マルチって本当ワンパターンだと思うんですよね。なんだけどそれでも引っかかる人が後を絶たないっていうすごい人とか師匠と呼ばれるような人を まあこう紹介すると言って、で、実際に会ったら、ま、結局そういうなんか、マルチ商法の話に繋がっていくわけですよ。で、割とその、マルチ商法の、なんていうかな、テーマって分かれるところがありますよね。仮想通貨だったりとか、海外のカジノサイトだったりとか、で、最初そういうマッチングアプリから知り合って、で、なんかこう、何回か会ってくうちに、すごい人だとか言って、しょうもないやつ紹介されて、で、こう、セミナーとかでどんどん、もう、洗脳されていくわけですよ。今回逮捕された、坂本容疑者のセミナーの様子が、テレビ等に出ていますよね。 彼はこんな発言をしています。バカほど成功する理由は簡単。数、気合、根性よ。これだけだから。バカの代名詞でしょ賢くもないのに利口であろうとしたいんだよ、みんな。無理だから。みんな、なんかバカだもん。知能指数が足りなすぎます。信じるものしか儲からないから。みんなバカになって俺を信じたまえ。俺は天才だから。もしかしたらバカかもしれないけどね。うん。 ただのバカな詐欺師でしたね。恐ろしいのは、この会場の雰囲気なんですよね。まあ相当数の桜がいるのかもしれないんですが、あの、まあなんか彼の発言に、こう一回一回こう笑ったりだとか、まあそういう反応が見られるので、一種の宗教っぽさが見えるわけですよ。旗から見ると異常なんですけど、まあその何回か、そのすごい人だって紹介されて、でこういうセミナーとかに、まあそのあまりわからない人が飛び込んでいくと、 まあ結構流されてしまう人もいるんだろうなというのはわかりますよね。まあだからこそ今回だけでもまあ2000人とかの人が騙されたわけですし、まあこれまでのマルチ商法だったりとかも数千人の人騙されてますからね。被害の金額ってまあちょっと微妙に差はあるのかもしれないですけど、まあ出てくる事例でいうと入会金50万円っていうのが例示されていまして、すごい金額ですよね。で、大学生とかだったらそんな お金な持ってない人も多いでしょそもそも奨学金借りて大学行ってますっていう人も多いわけですから。じゃあどうするのかっていうと、これも定番ですよね。消費者金融でお金を借りさせて、こういう入会金を払わせると。いや、狂ってますよ。で、まあ何度も述べてますけど、入り口がマッチングアプリで、うん、まあこれ男性にしても女性にしても、ちょっとそういう、まあなんていうか出会いたいっていう下心みたいなところってあると思うんですよね。で、それゆえに、 ちょっと相談しにくかったりとかっていう例もあるようです。下心につけ込んだ卑劣な詐欺ですよ。冒頭に挙げた健造さんの動画を見るとですね、人間ってのは本当に難しい生き物なんだなと思いますね。一視聴者として動画を見ていると、そういうなんか詐欺師のセミナーに参加してる人って、まあ被害者予備軍なわけじゃないですか。実際にもうかなりのお金払ってる人もいるでしょうからね。だけど、みんなまだ 騙されたって気づいてないというかいやもうすでにお金払って騙されてるのかなって思ってるかもしれないけどなんか信じたくないというかだからその拒否反応として結構ねヘラヘラしていたりするんですよ人間というのはこれまでかけてきた時間だったりとかお金に縛られる傾向がありますよねそういったかけてきたものがあるからこそ立場を変えにくいまあこれサンクコストとか呼ばれるものですよ時間もお金もかけてきたし友達にも勧誘しちゃったからこそ まあ、騙されてるって、認められないですよね、なかなか。しかも、発端はマッチングアプリだったりするわけでしょこれはね、厳しいですよ。で、まあ、言うまでもなく、一番悪いのは、この詐欺師のクズたちですからね。ただ、やっぱりその、騙される方もしっかり、まあ、防衛本能っていうのをね、働かせるべきだったのかなとも思います。若い方は、そういうマルチ商法とかに行くんじゃなくて、 新 NISA をね、ぜひやっていただきたいですよね。マルチが進めてくるわけのわからん暗号資産よりも、まあ、インデックス投資の方が全然いいですよ。若者というのは、時間という強い味方がいるんですよね。若い時から積み立て投資をやると、やはり福利のパワーってのもものすごい生きてくるわけですよ。信じるんだったら詐欺師の連中じゃなくて、まあ、世界経済の未来をね、信じるべきなんじゃないでしょうか。全世界株式や日経平均 S&P500 といった指標に連動するインデックスファンド とえま新兄さんの口座で毎月積み立てていくというのが一番無難でいいと思うんですよねで18歳から新兄さんの口座を作れますから 最初はね、月1000円でもいいと思います。それこそ今回の入会金40何万とかさ、まあ,あ、借金する時点でもうちょっとダメだと思いますけど、もうできる範囲で、バイトで、まあ、なんか数万とかね、稼いで、まあ、最初は月1000円とか2000円、できる人は五万、あ5000円とか1万円とかね、やったらいいと思うんですけど、で、働き出したら、えー、毎月3万やるとか5万やるとか、その方がよほど堅実ですし、まあ、一定程度の、 まあ未来というのは見えてくるわけですよ例えば18歳から60歳まで毎月1万円ずつインデックス投資をしたとしましょう、まあ、こんなシミュレーション結果が出ますよね、まあ、もちろん年によって上がったり下がったりするんですけど、まあ、年間のリターンの5%というのは全然ある数字ですで毎月1万円でもやり続けると1700万円前後になる可能性があるんですよね、まあ、もちろんこの通りになるとは言いませんけれども可能性は 結構あると思う。毎月の積み立てを3万円にすると、 5000万円を超える可能性が出てきます長期で積み立て続けるというのが大事なんですよね上がっても下がっても買い続けるとで、そうやってまあ60歳とかねまあ、できる人は65歳とかまで、えー、やったらいいと思うんですけどまあ、ただその高齢になりかけた時に大暴落が来る可能性もありますよねそれこそリーマンショックとか、えー、コロナショック級のものが来る可能性があるのでまあ、50代とかになったら、えー、まあ、ちょっと、えー、株だけじゃなくて現金の比率高めるとかまあ、債券も少し増やしてみ るるととかか、まあ、調整は必要になるのかなの思いますただともかく若い人はマルチの話なんて聞かなくていいのでもう新 NISA で口座作って積み立て投資をやるこれですよマルチの勧誘ってありえないような話をしますよねまあ一般的な投資だと、えー、まあ年間で5%とかね まあ、下がる時もあるんですけど、まあ年、年間5%とか数、まあ、数ぐらいのもんだと思うんですよ。だけど、マルチの勧誘って、月5%とかね、ありえない数字言ってくるわけですよ。そういうのに流されて、マルチに入ってしまうと、友達も失うし、お金も失うし、まあ、本当だから、人によってはね、あの借金が残ったりだとか、家族との関係も悪化してしまう、感動されてしまうとか、いうことにも繋がりかねません。で、友達いなくなってくると、マルチの連中とだけつるむようになるじゃないですか。 するとね、ドツボなんですよ。感覚がおかしくなって、そのまま行ってしまうと、まあ最終的には逮捕っていうフィニッシュも待っています。大学生の方とか気をつけてもらいたいですよね。マルチの誘惑めっちゃあるし、っていうかまあ宗教の誘惑とかもね、あると思うので、そういうのとはなるべく関わらずに、もう新人さんだけに、 邁進していいいいただくとと個人的にはいいのかなと思いますまあ多分僕のチャンネルの視聴者さんはね、割とそういう意識高いと思うので、まあマルチとかにあんまり引っかかりにくいのかなとは思うんですけど、まあただ人間の心って結構揺れ動くもんなので、いやしかも勧誘もうまいこと騙すテクニック使ってるわけじゃないですか。なので、今後もなくならないでしょうね。というところで今日は以上です。最後に可愛いポコちゃんをご覧ください。今日もサイベックス。ポコちゃんが寝てますね。